動物抜け荷事件は、江戸時代後期の天保6年、天保11年の2度にわたって、新潟町を主な舞台として発覚した中国製品の抜け荷事件である。事件の発生地である新潟では、事件後新潟町が上地され、薩摩藩や琉球王国、江戸地、そして長崎で抜け荷対策が強化される等、各地に事件の影響が及んだ。薩摩藩は、 慢性的な財政難を抱えていたが、近世後期に入ると、財政難は、より深刻化し、文化4年には、藩の負債が126万両に達した。危機感を抱いた、藩主党蔡戦は側近たちと共に、藩政改革を始め、その中で、琉球王国の対中国貿易の拡充、介入の強化などによって、利益を確保するという財政改革を目指すものの、 人事面や制度改革の進め方について、全藩主の島津重秀の反発を招き、結局、蔡選主導の反省改革は挫折し、蔡選は隠居に追い込まれた。これが禁止録崩れである。蔡選の隠居後、今度は重秀主導の藩の財政再建が進められることになる。重秀もまた、琉球王国の対中国貿易への関与を通じての、 利益確保財政再建の柱とした。その中で、薩摩藩は、琉球王国による琉球貿易を通して入手した中国産品を正規のルートではない、いわゆる抜け荷に,によって利益を確保する行為を活発化させていく。長崎でも抜け荷の横行を助長する事態が起きていた。文政年間以降、長崎に貿易業務のために訪れる船舶の 乗組委員たちが私的に荷物を長崎に持ち込み、動物を密売する、スイフ手回りが増加し、また選手たちも密売に加担するなど、密売すなわち、抜け荷が公的な貿易を圧迫するようになっていた。文化年間以降、長崎の公貿易である、長崎会社の貿易は、著しい不調に陥っており、貿易への依存度が高い長崎町内は、 密売に頼らざるを得ない状況が生じていた。実際分世紀以降、本来厳しく規制されていた個人的な商品の持ち込みと密売は公然化し、長崎の役人たちのみでは取締りが困難となった。取締りに抵抗して騒動となった中国人たちを抑えるために、長崎町内の警備担当であった大村半平や、 長崎高校警備の福岡藩兵の救援を仰がなければならない事態が発生した。しかも、大村藩、福岡藩の藩兵の力を借りて、事態を鎮静化させた後、貿易への悪影響を懸念して、問題を起こした中国人たちに処罰を加えることもできなかった。薩摩藩が関与した琉球を通じて入手した中国産品、いわゆる動物抜けにについては、 やがて風雪を交えながら様々な疑惑として取り沙汰されるようになる。文政年間以降、幕府は薩摩藩から抜け荷を行う船が運航されていることを把握するようになった。噂は幕府内ばかりではなく民間にも広まっていた。例えば抜け荷で主力取扱品目の一つであった。主は、慶長14年に取座が設けられて以降、主と朱積みは国内産。 輸入品を問わず取材に属する商人の独占販売とされていた。天保3年、松浦清山は絵師と考えられる人物から中国製の種が薩摩の船によって新潟に運ばれ、そこから江戸など各地へともたらされており、取材の商人から購入する正規品よりも安価であり、越後の門人に依頼すれば、江戸よりも質の良い明けが入手できること。 そして松浦清山の主治医の使用人からは、越後生まれの人物からの話として、薩摩船が漢方薬手を積んでくるので、越後ではとても安く漢方薬手が入手できるため、薩摩船をもてはやしているとの情報を甲子やわに記している。天保6年3月、老中、大久保忠実は勘定奉行、肘方勝政に対して、薩摩藩に関する抜け荷に,についての風説をまとめた。 風文書を手渡した。その中で多くの抜け荷品目が北国筋、越後あたりへ送られ、売り裁かれているとの記述がなされていた。翌月、肘方は江戸地の正木で買い入れられた上級品の千生子が抜け荷となって薩摩に出回っているとの申し立てが長崎会所にもたらされたため、天保4年に越後の港湾等の巡見を行ったところ、確かに まさきさんの千ナマコが大量に出回っており、それらが薩摩線に積み込まれているのは間違いないとの報告があった等の報告書を提出した。江戸地で産出された千ナマコ、昆布等の海産物は長崎における貿易で俵物として輸出するため長崎へ搬送されるべきものであった。その海産物の多くが抜け荷として薩摩藩に流れていることが明るみになったのである。 つまり、薩摩藩は、琉球を通じて入手した、種、漢方薬等を抜け荷として、北陸、越後方面に運んで売りさばき、木戸にはやはり、蝦夷地から抜け荷として持ち出された線生子、昆布等の俵物を積んでいくという構図が明らかになりつつあった。このようにして入手された線生子、昆布等の俵物は、薩摩から琉球に運ばれ、さらに、 琉球貿易の主考益品として大量に中国へと流れていった。天保6年5月6日付の新潟美野野町の助から越後十日町の役所相である加賀谷清介に当てられた書状には漢方役所を積み込んだ薩摩からの船が春季と秋季に新潟に入港すると記されている。そして新潟港にもたらされた役所は高田や江戸、越中などに販売されると述べられている。 そして前年の1834年の美濃屋と加賀屋とのやりとりからは、多種の漢方薬種が、薩摩船の抜け荷として、新潟に持ち込まれ、公然と取引されていたことが判明する。皇術の河村おさなりによる北越施設においても、やはり、新潟港には、年間約6隻の薩摩船が入港し、薩摩芋等の薩摩の産物の下積みとして、薬種、 種などの抜け荷を大量に持ち込み、新潟から各地へと売りさばかれているとした。中でも種については、藍津若松、加賀、野戸、品野などの塗り物の産地に広まっており、それらの地方では種塗りの製品が主力商品となっており、藍津若松では種塗りの漆器が黒塗りのものよりも極めて安価になっていると報告されている。また、北越施設には両種である、 長岡藩側も薩摩船による抜け荷を黙認し、その代わりに薩摩船からは他船よりも運上金を割増しで取り立てていたとの情報も載せられていた。薩摩藩関連の動物抜け荷最大の取引場所は新潟であった。これは前日のように新潟から各地へと抜け荷品を売りさばくルートが構築されていた上に、大価となるエゾ地産の昆布など俵物の集荷にも好都合な、 場所であったためである。売薬業が盛んな富山は、天保期には、江戸、大阪、京都の三都に次いで役店が多い場所となっていたが、天保期にはこれまで大阪で主に仕入れていた薬種の買い付け高が、以前の半分程度にまで落ち込んでいたとの報告がある。これは、富山に抜けに品の漢方薬種が供給されるようになったためと、推測される。ただし、富山の場合、 新潟のように各地に抜け荷品を広く売りさばくルートができるほどではなかったと見られている。このような薩摩藩による琉球貿易で入手した中国産品、いわゆる動物の抜け荷は長崎における動物の売れ行きに悪影響を与えた。そして輸出品である昆布等の集穫も困難をきたすようになった。19世紀に入ると長崎会社の収支は赤字になっており、 その要因の一つとして、薩摩藩の動物抜け荷と江戸地産の俵物の抜け荷が挙げられていた。薩摩藩があのやり方に危惧を抱いていたのは日本側ばかりではなかった。文政8年の段階で長崎で貿易を行っている中国人商人は琉球貿易で中国にもたらされている昆布等の海産物は調べてみると薩摩から琉球を経由して、 中国に輸入されていることが判明したとした上で、長崎ルートよりも早く、中国に持たされる上に安価で質が良いため、長崎で貿易に従事する、中国人商人の商売を圧迫するのみならず、長崎会所の経営状態に悪影響を与えると、長崎奉行所に訴えていた。しかし、薩摩藩は大半であり、その上、時の将軍、徳川家斉の五代ろ広大院の実家は、 島津重秀であり、将軍家と薩摩藩主の島津家は、遠赤関係にあった。幕府にとって、薩摩藩が深く関与している琉球貿易を、規制していくことは困難であったが、抜け荷の摘発を通じて、江戸地産の俵物等の集荷に打撃を与え、薩摩藩側に圧迫を加えていくことが目論まれた。天保六年七月、環状奉行の肘方勝政は、久世広政と共に、 動物抜けに、たわらも抜けにの取り締まりを求める、根性書を提出した。根性書の中で肘方と、クゼは、動物抜けにと、たわらも抜けには大になって発生している事象であると、指摘した上で、正木藩に、たわらも抜けにの取り締まりとたわらものの、長崎解消以外への販売厳禁、そして薩摩藩には、動物抜けにの取り締まりを要求し、 幕府公認の薩摩藩の長崎商法の差し止めを示唆する通達案を提示した。この通達案は、天保6年末には、薩摩藩、正木藩に実際に申し渡されることになる。天保6年10月19日、新潟港に向かっていた、薩摩港浦の八太郎の持ち船が、強風に煽られて漂流した上、出雲崎大館、青山九八郎支配下の天領、 カンバラ軍村松浜でナンパした。ナンパした、薩摩船には、船頭として、船主の八太郎が乗り込み、沖船頭として玄太郎、過去4名、その他に、動物抜けに仲買人の九太郎、そしてもう1名が乗り合わせていた。船はナンパしてしまったが、乗組員は、全員無事で、積み荷も、多少海水に浸かってしまったものの、被害は、比較的軽微であった。しかし、 ここで難題が持ち上がった。この薩摩船には、漢方薬種、毛織物、別行、西格など40個以上の抜け荷が積み込まれていた。難破船は、見分を受けなければならない規定があり、村松浜は天領であるため、出雲崎大官所の見分を受けることになる。しかも、動物抜け荷中外人の旧太郎らが乗り合わせていた。難破後、まず問題の抜け荷を、 村松浜村の前衛門所有の網小屋に隠した。間もなく、抜け荷を積んだ、薩摩船が難破したとの一報を受け、新潟港の海鮮問屋、北国屋、慶次郎の下男である松蔵が、現地にやってきた。松蔵は同僚である北国屋下男の長之助、やはり、新潟港の海鮮問屋の若さや、一米の下男先蔵とともに、問題の解決に当たった。松蔵らは、 村松浜村の組頭手芸門、百姓大、金次郎、百姓右衛門と対応を協議した。その結果、禅衛門所有の網小屋に隠していた抜けにを魚右衛門の土蔵へと移動させ、その後再び禅衛門所有の網小屋に戻し、陰徳場所を変えることによって大干所の目を誤魔化そうと試みた。そして乗船者に、動物抜けに仲買人らがいるのは、まずいということで、 中外人の九太郎、そして他の一名と選手権船道の八太郎は、新潟町の助、藤や風江門の船宿に隠れることになった。結局、出雲崎大館所の手代、赤木国助の見分を受けて、問題なしとなった。出雲崎大館所の見分を終えた後、ナンパによって多少濡れてしまった抜け荷品は、新潟へと運ばれ、その後各地へと販売されていった。当初、 これまでと特に変わりなく、販売が進んでいったようであるが、市場に広まっていく中で、幕府は、抜け荷の事実を把握していく。前述のように幕府は、天保6年末には、薩摩藩、正木藩に厳しい抜け荷防止令を下していたが、その中で、新潟での動物抜け荷発覚については言及されておらず、天保6年末の段階ではまだ幕府は事件を、 掴んでいなかったと考えられる。しかし、天保7年4月の久世広政の根性書には、前年10月、出雲崎大官青山九八郎支配の越後国村商品で難破した薩摩船に、官方役所が積み込まれていたとの報告が、大官青山九八郎よりなされていると記されており、幕閣は天保7年4月までには、抜け荷の事実を把握するようになったとみられる。 北国や、慶次郎の下男、松蔵や、若狭や、一兵衛の下男、先蔵ら6名は、新潟から江戸に連行され、天保7年8月11日、表情書で、取り調べの上、入牢となった。翌日には6名が、やはり表情書での取り調べ後に、入牢。さらに、天保7年9月7日には、新潟町の助、藤谷風江門ら8名が入牢する。 取り調べの過程で、松蔵、千蔵は獄死し、助、富士や風衛門も、獄中で重病にかかったため出労を許されたものの、間もなく死亡した。事件の関係者についての捜索は、新潟や越後ばかりではなく、品野、越中、上野と広範囲に及び、また捜査と裁判の期間も約4年と長期に及んだ。これは、抜け荷品が新潟から広範囲に販売された、 ことによって、経類者が広範囲かつ大勢になったためである。捜査が進む中で天保7年9月以降も数回、抜け荷品の密売買、密売買の補助の容疑で連行、入浪が繰り返された。越後十日町の役首相である、加賀谷誠介にも、捜査の手が伸びた。天保7年8月26日付の書簡で、加賀谷と抜け荷官方役所の取引を行っていた。 新潟の美濃屋長之助が逮捕されたこと、そして長母類も押収されたため、取引先にも捜査の手が伸びるであろうとの情報が、香賀谷側にもたらされていた。取り調べの過程で、美濃屋長之助は、取引相手として、加賀谷聖助の名前を自白した。天保7年9月1日、関東取締り出役は10日町を管轄していた、小寺屋役所に対して、抜け荷の官方役所を、 ミノヤ・チョウから購入していた容疑で、香谷や聖助のご用情を送付する。しかし、香谷側は天保7年9月5日付で、香谷や聖助は前年の天保6年6月に病死しており、まだ子供たちも幼く、商売のことはすべて誠助が行っていたため、残された遺族たちは、事情がよくわからないとの上申書を、関東取締り出役に提出し、捜査、 逮捕を免れることができた。第1回動物抜けに事件の判決は、天保10年3月7日に計48名に対して下された。新潟町の山田屋六右衛門は自ら薩摩線の南波現場に赴いて、動物抜けに仲買人の久太郎から直接、抜けに品の買い取りを行い、さらには抜けに品の陰徳と、 動物抜けに仲買人らが身を隠すことに加担した、したとして、八丈島に遠投となった。そして新潟町の室屋美之助は下男を現場に派遣し、抜け荷の事実について報告を受けながら、採閣などの抜け荷品の買取を行ったとして、三宅島に御るとなった。事件の主犯格である仙蔵、長之助、松蔵の主人にあたる。若狭や一兵、北国屋慶次郎は、 店の経営を下男に委ね続けた挙句に、動物抜け荷に,についても下男たちが言ってきたことを知りながら追認していたとして、火災没収、江戸払いとした。南波現場の村松浜で、抜け荷品の陰徳等に関わった組頭主芸門、百姓代、金次郎、百姓源衛門については、組頭主芸門は、江戸十里司法追放、金次郎は、江戸払い。 ゲゲモンはお礼として受け取った品の募集と、過料互換分とされた。また新潟町への抜け荷品の移送保管場所の提供を行った4名に関しては、事情をよく確かめもせずに、抜け荷品と知らずに協力したとして、9度室となった。南ンパ船の見分を行った出雲崎大官手大の、 赤城国助は、抜け荷の不正と、乗組員の一部が身を隠したことを見抜けなかったことを、咎められ、宝庫を構え、栄、ええ、暇を言い渡された。美野屋町のスケラ抜け荷品の売買を行っていた新潟町や越後の証人ら15名は、事件の主犯格の松蔵らから、抜け荷品とは知らずに買い取り、所持した上、売りさばいたとして、手元に残っていた抜け荷品、売上相当分の没収。 身の城の三分の二を過料として徴収するとの判決であった。そして越後、品野、越中、上野の17名の商人等は、新潟町に自ら、または下難を派遣し、よく確かめもせずに、抜け荷の官報薬種などを購入、所持、販売していたとして、手元に残っていた抜け荷品、売上相当分の没収の上、過料互換分とされた。この判決の中で、 主犯格の松蔵、先蔵は極死しているため、判決文に名前がないのは了解できるものの、もう一名の北国や慶次郎下男の長之助について、全く触れられていない点、そして判決はすべて、抜け荷品を受け取る新潟等の関係者ばかりに下され、抜け荷品を持ち込んだ、薩摩船の関係者が一切登場しない点も、疑問点として挙げられる。 河村おさなり像第1回動物抜けに事件の概要が明らかになった後、老中、水野忠国は河村おさなりに対し抜けにの実態を調査報告するよう命じた。河村は北陸越後一帯を内定し、天保11年9月に報告書、北越施設を提出する。言い伝えでは、新潟町内の内定時、河村は、 雨売りとなって鐘を叩きながら、街中を歩きながら、抜け荷の情報を集めていたという。河村の内定は、第1回動物抜け荷事件の後であったために、検査体制が強化されていたが、それでも新潟町には、漢方薬種、東サラサ、種などの動物が多く出回っていて、しかも京都、大阪、江戸よりも安価であった。抜け荷品ではないかと調べてみたところ、 新潟町の商人たちは春に経大阪方面に商品の仕入れに行く際に長崎まで向かい、そこで動物を仕入れて帰るというが、実際のところはよくわからないとの噂であった。また、新潟の検査体制が強化されたために、抜け荷のしとり引き場所は富山となり、富山から北陸、信濃そして関東方面の各地に抜け荷の漢方薬種、種などが流通するようになり、また、 米沢藩の預かり所であるア島が、薩摩船の抜けに取引の舞台となっているとの噂を書き記している。また最近になってまた、新潟港に薩摩船が姿を見せるようになっており、天保11年5月には、薩摩芋を積んだ薩摩船が現れて、沖に停泊したまま新潟町のその筋のものと取引を行った後に、坂田の方へと向かったという話が流れているとの、 情報も載せている。天保6年末に幕府は薩摩藩、正木藩に対して抜け荷の取り締まりを命じ、その後、第1回動物抜けに事件が明るみになる中、薩摩戦の活動には大きな制約が加えられるようになった。天保7年5月に奇襲戦を装った薩摩戦が新潟港に入港するものの、積み荷は、老、砂糖、 鰹節などがあるじで抜け荷にあたる漢方役種はわずかであった。これは規制が厳しくなったため戦績を奇襲戦と偽り、罪にもこれまでのような大量の抜け荷の搭載を避けたのであった。このように戦績を偽ったり、他藩の船を利用しながら抜け荷は続いていた。そして上述の北越施設で述べられたように、事件後数年後には、 薩摩船の活動が再開され始めた。天保10年7月10日、老中、水野忠には環状奉行、明持村に抜け荷に関する文書を手渡した。その中で会場で琉球貿易で入手した動物や蝦夷地の産物の抜け荷取引が行われており、正木さんの日あわび、千生子、昆布等の俵物は薩摩船が抜け返するために値段が高騰していること。 薩摩商人は赤間関を拠点として岩見の浜田、出雲などでも少々抜け荷商売を行い、能登の和島では漆器作りのために抜け荷の種の需要が多いこと。そして新潟町の商人が3月に抜け荷品の漢方薬種や種を大量に仕入れ、江戸を通して下宇佐の方まで売りさばいた等の風雪が載せられていた。第二回動物抜け荷事件の舞台となった。 新潟港の西木へ、新潟港の神経へ。安政6年、井上文章筆抜けにに関する内定を行っていた、河村おさなりが、報告書、北越施設を提出した、直後の天保11年11月、岩見線によって、新潟港に運ばれた長崎会諸を通さない、抜けに品の漢方薬所を、新潟町の海鮮問屋である小川焼金右衛門が、売買したことが発覚した。 これが第二回動物抜けに事件の発端であった。天保11年11月5日、小川や金右衛門ら15名が新潟町奉行の取り調べの後入浪となった。この第二回動物抜けに事件では新潟町内でも富裕な商人として知られていた高橋次郎左衛門と東銀や全平に県議にかけられたために大きな話題となった。 なお高橋二郎左衛門と東銀や前平は、共に北越施設の中で抜けに交易をもっぱらにしていると指摘されていた。天保12年6月10日、江戸から関東取締出役の手第2名が新潟に到着し、取り調べに加わった。取り調べ対象も広げられ、容疑が固まったとみられた小川や金江門ら12名は、江戸に護送されることになり、 天保12年7月3日に、江戸に到着した。到着後、容疑者らは取り調べ中の収容方法を入浪者、手鎖の上で、宿あず、宿与と区分けされ、勘定奉行、家事の了罪が取り調べを担当することになった。その後、新潟で取り調べられた容疑者のうち鈴木や長八ら2名を除き、残りの容疑者たちも、江戸で取り調べられることに決まり、 天保12年7月27日には、江戸に到着し、やはり環状奉行のカジノによる取り調べを受けることになった。天保12年11月頃にはほぼ取り調べの目途が立ち、高橋二郎左衛門と東銀や全平、東銀や小五郎の3名のみ取り調べが継続された。結局、新潟町の有力商人であった、高橋二郎左衛門と東銀や全平、 そして、東銀や小五郎は、権威なしとされた。天保14年2月、判決が言い渡された。今回は、第一回動物抜けに事件とは異なり、新潟港まで、抜けに品を運んだ当事者である長崎の久米吉は、中追法の判決を受けた。また他の4名の当事者たちは、銀味中に病死した。受け取り側にあたる新潟町の主犯は、小川や、金江門、腰中や七左門。 出雲や、伝七の三名であったと見られている。三名とも抜け荷を持ち込んだ、長崎の久米吉らから、漢方薬種を他の商人たちに圧戦し、手数料を受け取っていた。中でも、小川や金江門は、自らも漢方薬種の売買を行っており、より悪質であるとして、売上代金、手数料の没収とともに、財産の三分の二を没収された。腰中や七左衛門。 出雲や電七の二名は、売上代金、手数料の募集とともに、過料実感分の判決であった。今回も多くの新潟町の商人らが、小川や金江門、腰中や七左衛門、出雲や電七の圧線を受けて、官方薬種を売買した。それぞれ所持していた品物の募集、売上代金の募集とともに過料が課されたが、 第一回動物抜けに事件でも摘発された三上や、中介は、再犯として、江戸ジューリー追放となった。また捜査の過程で、前回追放刑に処された、若狭や一兵北国屋啓二郎ら三名が金を破って、新潟町の実母に会いに行ったことが判明し、若狭や一兵北国屋啓二郎は、前回の江戸払いよりも一段、重い江戸ジューリー司法追放という追放刑が改めて、 言い渡されるなど、前回よりも一段重い追放刑が改めて課せられることになった。またそれぞれの母も急度室となった。第2回動物抜けに事件においても、前回と同様に、新潟町の商人から各地方に抜けにである官方薬種は流通しており、捜査の結果摘発され、判決を受けている。いずれも売上代金の没収と過料という判決であった。前回は、 越中、賀の、上野といった地方の商人たちが摘発されていたものが、今回は越後でも高田を除く全域や、会津若松、坂田、鶴岡といったでは、道の下方面に広がっている。これは、北越施設でも取り上げられていたように、第一回動物抜けに事件後、富山が抜けに流通の拠点となって、越中や越後の高田などは、富山から、 抜けに品が流通するようになったことが考えられる。老中、水野忠国は、新潟城地を将軍家吉に上進実行に移した。第2回動物抜けに事件が発覚した、天保11年11月、幕府は、長岡藩主、牧野忠政を、川越、川越藩主、松平成継を、出羽省内へ、省内藩主、堺忠式を長岡に天保させる。 三方領地会を命じた。しかしこの三方領地会は、町内藩領民の激しい反対運動が起きた上に、大御所、徳川家成の実施を要旨とした川越藩主、松平成常に対する優遇策であるとして、戸山大名らの強い反発を招いた。三方領地会が広範囲の反発を招いて暗章に乗り上げていた、天保12年6月7日、将軍、徳川家吉は、 老中、水野忠国に対し、三方領地会の断念とともに、取り締まりが不十分であるとの話が出ている坂田、新潟を上置して、代わりの地を救するべきではないかとの親、悟るを下した。結局、三方領地会は、天保12年7月12日に家吉の判断で、中止となった。味方領地会は断念されたが、家吉の坂田、 新潟の上地構想も一旦は見送られた。しかし、新潟の上地構想は復活、実現することになる。新潟の上地天保6年の第1回動物抜けに事件、天保11年の第2回動物抜けに事件の摘発にもかかわらず、その後も新潟港で抜け荷が行われ続けているとの風文は耐えることがなかった。幕府は新潟に五わばを派遣して、 情報収集に努めていた。新潟での情報活動を終え、天保12年12月21日に、江戸に戻った廃家の五庭番の報告を受けた目付、佐々木三蔵は、未だ新潟港で抜け荷が行われ続けていること、そして海岸の防衛体制も手薄であることを指摘し、新潟の城地が必要であると、水野忠国に提案した。この提案を受けた水野は、 新潟港の領主である長岡藩主の責任追及の意味も込めて幕府挙げての一大行事である将軍家吉の日光社さんの終了後に新潟港の上知を実現すべきであると上申し家吉の採火を得た水野忠邦は天保14年2月全国に動物抜けに取締りーを交付した取締リレ令の中で新潟で起きた2度の動物抜けに事件について 公表された。天保14年3月26日、長岡藩主、牧野忠政は、二度の動物抜けに事件の責任を取るべく、幕府に、謹慎のお伺いを提出したが、謹慎には及ばないとして却下された。天保14年6月11日、幕府は、長岡藩に対して、新潟城地を命じた。幕府の城地の狙いは、抜けにの防止と解剖の強化であった。 二度の動物抜けに事件を起こしたことで、長岡藩は幕名に抵抗することはできなかった。天保14年6月17日、初代新潟奉行として幕府は、かつて新潟島で抜けにの内定を行った河村幼成を任命した。なお、天保14年に新潟は上置されて幕僚となった後、薩摩藩絡みの抜けには、 富山の薬売りが関与するウェートが増すことになった。富山の薬売りたちは、薩摩藩側から抜け荷品である漢方薬種等を仕入れるとともに、薩摩藩側に昆布を輸送する便宜を図っていた。上述のように幕府は、天保六年末の段階で、薩摩藩側に抜け荷を取り締まるよう通達した。通達は、動物抜け荷に,によって、長崎会所の貿易に支障が出ており、 これは国政に関わる問題であるとした上で、薩摩藩が幕府公認の上で長崎で行っていた動物販売の差し止めを示唆する内容であり、薩摩藩としても重く受け止めざるを得ない内容であった。幕府の強硬姿勢に薩摩藩は神経を尖らせた。天保7年2月、薩摩藩は領内に動物の不法所持、密売売を禁止する命令を下した。 当物の不法所持、密売買を禁止する方針は、薩摩藩領内ばかりでなく、琉球そして、薩摩線が航行する北国、に、関東方面の交易にも適用されていった。薩摩藩が恐れていたのは、先の通達で幕府がほのめかしていた、幕府公認の長崎で行っていた、当物販売の差し止めであった。実際問題、天保6年末の幕府からの通達に加え、 1> 第1回動物抜けに事件の発覚で、新潟への薩摩船の航行は激減し、奇襲船など、他国の船を名乗ったり、他藩の船を利用して航行するような状況となった。しかし天保7年4月の長崎部業、久世博政の根性書では、第1回動物抜けに事件について指摘した上で、薩摩藩の抜けに取り締まりは不十分であり、 動物の売りさばきルートを設けた形となっている、薩摩藩の動物販売は、抜けに取り締まりに悪影響を与えていると想定され、さらに、長崎会所の経営を圧迫しているとして、差し止めを要求した。第一回動物抜けに事件の発覚は、幕府の姿勢を、さらに降下させた。明らかになった、動物抜けにの実態は、文政8年の長崎で貿易を行っている。 中国人商人からの訴えや、天保五年に老中から環状奉行に提示された風文書の内容を裏書きするようなものであり、長崎会所の経営を困難に追い込む薩摩藩の動物販売の弊害を実感させた。久世広政は薩摩藩の動物販売の運営システムを考慮して、三年後の天保十年に薩摩藩の動物販売の停止を断行するよう提案して、 幕閣内の承認を受けた。天保7年6月19日、老中、水野忠国は、薩摩藩主、島津成沖に対し、天保10年に、薩摩藩の動物販売を停止する旨、通告した。天保7年正月、薩摩藩が老は、鹿児島琉球館の財番親方に対し、幕府から、動物抜けに取り締まりに関する、厳しい通達があり、もし幕府に、 抜け荷が発覚したらどのような難題を持ちかけられるかわからないとして琉球国内に幕頭物、正木さんの俵物の密売売に対する厳しい取締りと違反者には厳罰を科すよう通告した。この通告を受けた琉球王府は、まず、天保7年3月に三士官から薩摩川の通告を琉球国内の各担当部署に周知する措置が取られた。 翌四月には中国からの帰国者に対する、動物所有者の名前、品目、数量等をチェックするマニュアルが説明された。そして五月には、間もなく、中国から、気流予定の設備次船一隻、漂流船二隻への対応を念頭に、輸入された動物の検査、保管、個人用や、土産、げ、沈用の動物の確認、そして売却用の引き渡し時の取り扱い等を、 定めた8項目の動物管理規定を交付した。そして漂流船の起流時にはこれまで例がなかったことで、あるが三種艦と薩摩川の琉球財番奉行が、動物抜けに警戒のため、那覇港近くの難民ご国時に詰めることになった。そして漂流船の起流のうち一隻が、那覇港ではなく別の場所に帰着したので、抜けにを行ったのではないかと先導に対して厳しい。 事情聴取が行われ、中国からの荷物に対しても厳しいチェック、監視が実行された。このように、琉球王国国内でも、動物抜けにを防止するための対応策が取られることになった。幕府は、抜けに王公の要因の一つであった、長崎の取り締まり強化も図った。天保六年ムルー月、幕府は、長崎奉行に、市中取締り方を命じ、実行役として、 戸川安喜らを長崎に派遣する。10月に長崎に到着した戸川は、早速、長崎の役人たちに取り締まり強化を命じ、不測の事態に備え、長崎警備の大村藩、福岡藩に対し、約100名の増派を要請した。天保6年11月には、長崎近郊在住者2名を、中国人商人と抜けに行った容疑で逮捕し、裁判後、 警告の意味を込めて、当人屋敷前で処刑した。12月には、取締り強化に反発した中国人たちが騒乱を起こした。騒乱は、版書や役所の破壊に至った。結局、福岡藩兵が当人屋敷に突入し、関係者を拘束の上、大村藩に引き渡し入浪処分とした。また抜け荷の横行には、日本側の諸役人や中国人の知人、 友人らが中国製品を私的に受け取り、それらが転売されるという構図もあった。私的な贈与の範囲を超えて中国製品がやり取りされ、抜け荷につながっていくのである。そこで天保7年には規制、取締りを強化することとし、天保9年8月には長崎の役人に大使公記縮制30過剰が通達された。幕府は天保6年末の段階で、 薩摩藩と共に、正崎藩にも抜け荷を取り締まるよう通達した。正崎藩への通達では、本来、中国輸出用として、長崎へ送るべき昆布や、日藁藁、千生子などが、薩摩や越後に抜けにされているとの風文があると指摘した上で、これらたわらものは必ず、長崎会所に販売すべきであり、他への密売は献金であることを、正崎藩領 江戸地へも周知するようにとの内容であった。文政4年、正木、江戸地は幕府直轄地から正木藩の領地へと復帰した。しかし幕府側は正木藩の統治能力に疑問を抱いていた。具体的には特権商人と正木藩側とう着、異国船に対する警備体制の不備、そしてアイヌに対する保護政策の欠如が問題視され、 再度のエゾ地上知論が出されていた。このような中で発生した抜けに事件は、幕府内の上地案をが、より強まることにつながった。河村おは、天保12年11月、関係者からの事情聴取や、現地報告をもとに、環状奉行、カジノ領財と連名で、エゾ地上知に関する提案、初前、江戸の義理不ごないない猿状をこう書き付けを、環状奉行、 時より胸らに言った。河村とカジノは弱年の反し続きで、松前家の蝦夷地支配は行き届かず、商人との誘着が顕著であると指摘した上で、取り締まりが不徹底で、抜け荷が公然と行われており、さらにはアイヌに対する対応が劣悪で、人口減を引き起こしているとした。このような情勢では清志がきちんとアヘンを取り締まって、来なかったことが、 アヘン戦争の原因となったように、異国との不足の事態が生じかねないとして、新潟のような枝葉の地ではなく、江戸地こそ上地を行い、きちんとした統治体制を整えるべきであると主張した。そして、河村らは異国境の取り締まりのためには文政4年以前のように江戸地全体の上地が最も望ましいとしながらも、函館から東江戸地、そして国後島、 エトロフ島を上地して、松前家には、道の国大地を与えるという事前の策について、実際に、東エゾ地を上地した場合の必要人員、運営体制、警備体制、そして財政上の収支の見込みまで算出して提示した。結局、河村とカジノの意見は、当地に問題があるのは確かではあるが、一旦、マサキ家領に復帰すると幕府が決定したエゾ地を、 再び取り上げるのは特技の問題となって幕府の威信を落とすことにつながり、また幕府直轄地として防衛体制を充実するだけの財政負担に耐えられないとの反対意見により採用されることはなかった。記事名については事件の発生地である新潟市市、新潟県市が採用している動物抜けに事件とする。幕府は 薩摩藩が朝鮮とも抜けに取引を行っているのではないかとの疑いを持っており、捜査、警戒が行われる中で、浜田藩の密貿易である、竹島事件の検挙につながったという説がある。天保10年3月7日の判決に伴う、過料船納入者は、越後、品野、越中、上野の、計57名が対象者とされている。十二名の商人らについては、 第一回動物抜けに事件に直接関わりはなく、以前から抜けにの動物を買い取り、所持、売却していたことが摘発されたとする見方もある。第一回動物抜けに事件以後も、薩摩藩の了承を得ながら、他藩の船を偽装しての抜けにが行われていた、可能性が指摘されている。新潟町の有力商人であった、高橋次郎左門と東銀や全平に関しては、 新潟の町年寄りが、釈放運動のため江戸へ上り、賄賂を裁判担当役人に送ったことが摘発され、町年寄りが処罰されることになった。再犯者としては三条や中介の他に、加賀や千助がいたが、千助は三条や中介よりも違法性が少なかったためか、他の証人らと同様の判決であった。動物の売却先には、 薩摩藩を通して日本本土に流通していくもののほかに琉球国内商品用があり、動物管理規定にはそれぞれ別の取り扱いが規定されていた。幕府は蝦夷地で活動する商人たちや山炭貿易の中でロシア人らとの間に攻撃が行われているのではないかと恐れ、搾取にあえぐアイヌがロシア側につくことを警戒していた。ありがとうございます。